Well, that looks really good to start. Just finding my controller. Clearly unprepared. Keep on normal. どこのやつらなんだ。その取り立ての相手は。すぐ近くのマチキンです。もともとは他の組から金借りてたんです。ところが金利すらまともに払わねえ。で、手に負えなくなっちまって、うちに債権回収の依頼が。そうなのか。で、いくら回収するんだ。2億です。取り半って約束になってますから。 うちには1億入ってきます。そりゃ気合入るな。よし、行くか。お、兄貴。兄貴、こっちです。兄貴。 取り立てが終わったら飯でもどうですか？悪いな。
今夜は。あ、そうだ。セレナに行くって言ってましたね。ああ。飯はまた今度な。Walking is so slow. この誤解です。よし、入ろう。あんたら夜遅くに悪いな。道島組の桐生だ。いや、まさか桐生さんが直々に。要件は昨日うちの若いのが伝えたはずだ。明日まで待ってください。お願いします。夜逃げの準備しながら言われても説得力がねえな。それにできねえ約束はするもんじゃねえ。すみません、でもそこをなんとか。おい、いい加減にしろよ。殺すんですか？何？堂島組っていや、回収や殺しばかりやってるところじゃないですか。金払わない奴は見せしめにされる。みんなそう言いますよ。あのな、そんなの金払わねえ奴らがあることないこと言ってるだけで。金は払わないって言ってんだ。ならやるしかねえだろうがよ。Come on.
みません。もう勘弁してください。兄貴、回収しました。約束の額だ。悪く思うな。兄貴、ありがとうございました。でも、これでついに気流組の立ち上げですね。風間のおやすさんも言ってました。兄貴なら安心して組任せられるって。まだ決まったわけじゃない。あんまりはしゃぐな。はい。そういえば、この後セレナで錦のおじきと会うんですよね。錦。今日は裏口からしか入れないみたいですよ。天下一通りの小道入って、奥の階段2階です。分かってる。俺、しばらく札の連中が来ないように、ここで見張っておきます。半分の1億円は、後で依頼先に俺が届けておきます。安心してください。ああ、頼んだぞ。This way. Oh, oh, 何やってん俺。ああ、お前どこの組のもんや。え？すまん。すまんで済むか、ボケ。何もや、お前見とったで、キリュウちゃん。あ、兄貴、キリュウって、あのそや、堂島の竜キリュウ、カズマちゃんや。お久しぶりです、マジマの兄さん。よせよせ、お前、組立ち上げるって話じゃないか。そこの店やったな。お前の馴染みがいるっちゅうのは、えらいええ女らしいの。みんな言うとるで、一度あんな女こましてみたいってね。それよりコナをどないしようか。すいません、まさかキリュウさんと。いや、いいんだ。甘いなキリュウちゃん、甘々や。
のためにやっとんのやろが。もう十分ですから。Oh, Goran. Never change. ま、ええわ。お前もこう思ったら、これくらい厳しくしつけせなあかんで。ゆる。はい。はい。覚えておきます。でも。ああ？でもなんや。俺は俺のやり方でやらせてもらいます。どんなやり方でやるっちゅんや。俺はちゃんと筋が通ったやり方を貫きます。なんや、踊れは俺に喧嘩売っとんのか。やろいっちやっとるか。いえ、兄さんとここで喧嘩をする理由はありません。筋が通らねえ。よっしゃ、これで俺と喧嘩する理由はできたな。俺が兄さんをムカつかせたんなら謝ります。なんやと。根性あんねやったら殴り返してくげ。これで気は済みましたか。その強がりどこまで続くかの。アホくさ、筋通すなんぞ言うて無理しとるだけやないか。痩せ我慢っちゅうやつや。世の中筋の通らんことばっかりや。そんな意地張っとったら体が持たんで。どう取ってもらっても構いません。ですが俺は自分の考えを変えるつもりはありません。何があってもか。ええ。ふん。お前のその覚悟見届けさせてもらうで。四六時中ずーっとね。何？でももし筋が通っとったら俺との喧嘩買うてくれるか。その時になってみないと。よっしゃ。ほなどないしてお前をマジにしたるか早速作戦会議せな。行くでお前ら。へえ。ほなまたな、キュルちゃん。楽しみにしとってや。ワクワクするで。あと少しで兄貴にやられるとこでした。キュルのお辞儀ありがとうございました。もう大丈夫なのか。はい、いつも真島の兄貴に鍛えられてますから。2 seconds.
thought there was an English dub version. じゃ怖くて飲めないでしょ普通のお客さんだから今日は貸し切り。レナ、ユミは今買い出しに行ってるの。どうせまた腹減ったとか言い出すんでしょ。違いね。どうなんだ、桐生組の立ち上げは。錦、まだ決まったわけじゃない。組長が決めることだ。組長も嫌とは言えねえよ。風間の親父がもうその気なんだ。堂島組はあの人で持ってるようなもんだからな。そこ行くと堂島組長は昔の自慢とメンツの話しかできやしねえ。控えろ、錦。またおめえに先越されちまったか。なあ、錦。お前。妹はどうなんだ。来月もう一度手術だ。多分次で最後になる。最後。体が持たないそうだ。これでダメならもう。そうか。あ、来てたのね。ユミ。ちょっともう酔ってるの？私も入れなさい。どうぞご遠慮なく。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。お客さんだぞ。ごめんごめん、最近よく来てくれるお客さんなの。いつものでいい？おう。例のしのぎうまくいきそうか？え？ああ、裏カジノか。イカ様やって課題から金をむしるのはどうも性に合わねっつうか。何言ってんだ。自分の組持てるかどうかの正念場だぞ。ここでドーンと稼げば間違いなしだ。堂島組内桐生組、天下の登場会の三次団体だ。迷ってんじゃねえよ。俺は一応射程頭補佐だぞ。今でも十分立派なもんだろうが。相変わらずだな、お前は。射程頭補佐だなんて名ばかり。邪険にされることもねえが、かといって出世の本筋でもねえっつう微妙な立ち位置だ。そんなお前が風間のおやすさんの後押しでようやくつかんだチャンスなんだ。死に物狂いで物にしなかったら意味ねえぞ。このまま行ったら一生飼い殺しだ。極道であるからにはやっぱり自分の組を持ってこそだろう。違うか？そうだな。お待ちどうさま。ねえねえ、さっきお客さんと偶然誕生日の話題になったんだけど、今度ユミちゃんの誕生日でしょ？二人はちゃんと準備してあるの？プレゼント。え？ああ、そういえばもうそんな時期か。バッカ、お前忘れてたのかよ。いや、最近忙しかったからさ。そういう錦山君はもう何か用意してるの？もちろん、ユミに似合いそうなピンクダイヤのネックレス。まあ、何
んだか高そうね。まあな、何ヶ月も前から予約していてやっと手に入ったんだ。実は今日渡そうと思ってちゃんと準備してあるよ。あら、そうだったの。それじゃあパーティーしましょうよ。お、それならいいケーキ屋知ってるから俺買ってくるよ。本当？助かるわ。お願いね。キリュウちゃんはどうするの？なあ、また今度ってわけにはいかねえか。そんなのダメよ。まだ間に合うから今すぐ用意したら？そんな急に言われてもな。ねえ、それじゃあ指輪なんてどう？え？指輪か。いいんじゃねえの？さすがレーナ、無難なチョイスだ。それはどうも。どんな指輪がいいんだろうな。それくらい自分で考えろよ。俺は手伝わねえからな。そう難しく考えなくても、気持ちがこもってれば何でもいいのよ。ダメだ。女の好みなんてさっぱりわからねえ。もうしょうがないわね。あ、それじゃああれなんてどう？あれってフランスの有名なブランドの指輪なんてどう？新作が出たばっかりなんだけど、女の子にすごく人気なのよ。この前ユミちゃんと一緒に雑誌見てたら、彼女も欲しいって言ってたわ。ほう。ねえ、それにしてみたら？そうだな。よし、それにしよう。Excuse me. Les mâches.いらっしゃいませ。ああ、その…ああ…ポー。今、非常に人気でして、こちらが最後の一品なんですよ。今を逃すと、次回入荷はいつ…よし。かしこまりました。あ、あ…それでしたら、サービスでお相手の…それじゃあ…はい、受けたまわりました。Rip my money. Mugged. もしかして。あなたもすられたんですか？ああ、ええー、
あのスリシは隠れるのが上手で、なかなか見つからないんですよ。路地の隙間とか、自販。そうなのか。さっきそこの路地から天下一通りの裏路地へ走っていくのは見えたのですが、それっきりで。なるほどな。だがどこに。もしも見つけたら。わかった。ちょっと待て。逃げ足の速いやつ。あ、財布がない。あの男す。ようやく見つけたぞ。指輪を返せ。そう、また見つかったか。おっと、そう何度も逃がさねえぜ。まさかここまで俺を追って指輪を返してほしければ、一子相伝の暗殺権を受け継いだこのわしを倒してからにしろ。すいませんでした。もう暗殺権はやめます。スリをやめろ。さあ、俺から盗んだ指輪を返してもらおうか。それがもう手元にないんです。何、どこへやったんだ。ちょっと前に質屋で金に変えちまいました。ふざけるな。今すぐ買い戻してこい。その、言いにくいんですが、その金も宝くじ買うのに使っちゃいまして。なんだと。当たってればいいんですがね。結果が分かるのはもっと先のことで。Thank you.
はい。盗まれたんだよ。もともと。ああ、いるんですよね、たまに。そうやって騙し取ろうとする詐欺師が。違う。信じてくれ。本当に俺のなんだ。ヤクザの言うことなんか信じられるか。あんまりしつこいと警察呼ぶぞ。I'm sure I can go mug some people. シンジ、こんなとこで奇遇っすね。兄貴もソープっすか。シンジ、ちょうどいいところで出会った。何も聞かずに金を貸してくれ。え？あ、はい、別に構いませんけど。兄貴が金に困ってるなんてよっぽどっすね。そんなに高級な店行こうとしてるんですか。すまんが時間がない。急いでくれ。あ、はい。恩に切る。今度感想聞かせてくださいね。頼む。これが最後の品だった。うちなら買えるよ。そうだ。指輪が俺のも本物なら弓って掘ってあるはずだ。何を言ってもダメったらダメ。とにかく欲しく。くそ。シンジ。あれ、兄貴、早くないっすか。ショートだったんすか。シンジ、すまん。また金を貸してくれ。もう一回行かなきゃならなくなっちまった。兄貴、そんなにハマっちゃったんすか。頼む。詳しいことを話してる暇がない。他の奴に取られちまうかもしれねえんだ。あー、そうっすよね。This is going to be one huge misunderstanding. And what's the chances the money's gone up again? Now, what does soapland mean? なくても。いや、あんたがとってもし、それでちゃんと指輪を調べたら、あんたがだから盗まれたも。そうか。あ、お代は結構です。盗品と分かったのに売買したらこっちも罪になっちまいますから。それにこういう仕事してるといろんな人を見るけど、やっぱり物を大事にしてくれ。ありがとう。
誕生日おめでとう。おめでとう、ユミ。おめでとう。みんなありがとう。ほら、ユミ、プレゼントだ。なになに、開けてもいい？もちろん。うわぁ、すごい。いいのこれ、本当にもらっちゃって。当たり前だろ。ユミ。ん？実はその、俺からもプレゼントがあるんだが。本当に？ありがとう。その、これなんだ。この指輪、カズマが私に。おいおい、なんだよそのダッセー指輪。安っちいデザインだな。ほら、そういうこと言わないの。ああ、私の名前が彫ってある。余計だったか。ううん、そんなことない。ありがとう。大事にするね。そうなんだ。そういえばもうすぐユミちゃんの誕生日じゃない？そうなの？じゃあ何かプレゼントさせてよ。例えば指輪とかどう？指輪か。嬉しいけどそれはちょっと重いかな。どういうこと？ほら、やっぱりそういうのって好きな人からもらいたいっていうか。何？誰かそういう人がいるわけ？やだ、違うの。そういうわけじゃないんだけど。ごめんね、気持ちだけもらっておく。あら、こりゃユミちゃんに振られちゃったかな。ごめんね。おい、俺らだってお客さんだぞ。ねえねえ、私の誕生日はどうしてくれるの？え？さあな。じゃあ、キリュウちゃんからはネックレス、錦山くんからは指輪とか。なんだよそれ。別にいいけどさ。おはよう、キリュウちゃん。疲れてたの？ずいぶん寝たわね。うん、錦はどうした？錦山君ならもうとっくに出かけたわよ。キリュウには負けてられないからなんて言って張り切ってたわ。そうか。今何時だ？もう4時ね。そろそろ風間さんのところに行かないとダメなんじゃないの？ああ、そうだな。そろそろ行くよ。お前はどうすんだ？うん、少し開店の準備したらお店閉めて外でお茶でも飲んでくるわ。そういえば、ユミは？一回家に帰ったわ。もう少ししたら買い出し済ませて私と交代でお店に来るけど。そうか。じゃあまた今夜軽く顔を出すよ。わかった、待ってるわね。
龍さん、飛龍さん。なんだ、田村か。どうしたんだお前。いや、ちょっと飛龍さんに紹介したいやつがいましてね。青木と言います。実はこいつ、俺がいつも情報を流してる雑誌の駆け出し記者なんですわ。雑誌？ええ、スパって言うんですけど、読んだことはあります？俺が拾った情報を高く買ってくれるんですよ。で、今この町で一番生きがいいのはって聞かれたもんですから、旦那のこと。あんまり変なこと言いふらすなよ。はい、わかりました。今後ともよろしくお願いします。ああ、じゃあまたな。失礼します。ああ、ご苦労さん。今月分のしのぎです。お納めです。おう。また無茶したんじゃないだろうな。いえ。お前が無茶すりゃ下の連中は歯止めが効かなくなる。もともと暴れたいってやつらの集まりなんだからな。桐生なら大丈夫ですよ。分別のある男です。それにな、親父だって昔は東条家一の殺し屋って。柏木、すいません。すまんが外してくれ。しかし文字通りの子供だったお前に組を任せる日が来るとはな。おやっさんがいなけりゃ今の俺はありません。感謝しています。おい、そう固くなるな。はい。ひまわりには顔出してるのか？いえ、最近は錦も弓も行ってないみたいです。たまには行ってやれ。あそこの孤児院はお前たちのふるさとみたいなもんだ。おう、失礼します。桐生さんにお電話が。新次さんからです。俺だ。新次です。レイナさんから兄貴に伝えてくれって。今さっき堂島組長がユミさんさらっていったんです。ユミか？なんで組長に？詳しくは分かりません。でも錦のおじきもそれ聞いて組長のところに。錦が？で、場所は？劇場の横のビルの組長の事務所です。分かった、すぐに行く。おい、どうした？堂島組長が弓を強引に連れ去ったらしいんです。それで錦が一人で弓を助けに。まずいな。組長は気に入った女はどんな手使っても手に入れる人だ。そこに錦山が入っていったら何が起こってもおかしくね。俺、行ってきます。よせ。ここでお前まで行ったら三人ともただじゃ済まねえぞ。ここは耐えるんだ。せめて俺が手を回すまでお前は待て。おやっさん、弓と錦は兄弟なんです。俺の。今俺が行かねえと。カズマ、あ、
返してもらおうか。悪いな、今急いでるんだ。このままじゃ引き下がれないんでね、腕っぷしのいいやつを雇ったよ。生きて帰れると思うな、覚悟しやがれ。KO.小島組長、キリュウ組長が趣味を無理やりだから撃っちまったんだ。カッとなっちまって何発も何発も。ユミユミ、おいしっかりしろ。やっちまった。東商会のHe's a dick anyway. Nishiki, Yumi を連れて逃げろ。何言ってんだ。おめえこそ Yumi 連れて逃げろ。お前がいなくなったら妹はどうなるんだ。次の手術が最後なんだろう。そんな時、お前がいねえで誰がいてやるんだ。だからお前はここにいちゃいけねえんだ。でもお前は行け、錦弓を頼む。キリュウは行け。
ざけるな。俺がやった。金のことで組長と揉めて。いい加減にしろ。伊達君、もういい。よくはないですよ。奴はこれから組も通って男なんですよ。こんな殺しやるわけねえ。誰かをかばってるんです。これはヤクザの抗争だ。誰がやったかは問題じゃない。迅速な事件の解決、それが今求められる全てだ。くそ。刑事さん、俺の持ち物の中に指輪があります。そいつを若頭の風間に渡してくれませんか。申し訳ありませんでしたって伝えてください。虫が良すぎねえか。そりゃ分かってます。約束はしねえぞ。はい。囚人番号1240、面会だ。 Shaved head. Not sure how I like this. 俺は破門でいいのか、囚人。はい。自分の親殺したんだ。絶縁なんじゃねえのか。東条会士三代目世良会長が破門にすると決めたそうです。どういうことだ。自分にも分かりません。ただ風間のおやさんがこの波紋状を兄貴に渡すようにと。道場組はどうなるんだ。風間のおやさんが引き継ぐそうです。そうか。時間だ。兄貴、ユミさんが行方不明なんです。事件の次の日からユミさん記憶をなくしてたんです。錦のおじきや兄貴の言葉で急に病院から姿を。すいません、風間の親さんには口止めされてたんですけど。時間だ。誰かちゃんと探してるのか。はい。錦のおじきや風間の親さんが。聞こえんのか。シンジ、ユミを頼むぞ。錦にもそう伝えてくれ。はい、わかりました。てめえ、なんだその態度は。そこ、何やってるか。なんだよ、話せこの野郎。うるさい、来い。たく、物騒でいけねえな。こちらさんも物騒な面してる。なあ、あんただ。自分の親分殺したってヤクザ。黙って食ってろ。さすが貫禄だね。堂島の竜、堂島組射程頭補佐、桐生一馬。何やってんだよ、お前ら。道場会の幹部やったんだ。こんくらい想像してたろ。堂島組長があの世で寂しいとさ。
Rip. してもらおうって時に何勘違いしたか知らねえが組引っかき回しやがって。組の方は風間の頭がまとめてくれてるからなんとかなりそうだが、頭の頭でどうけじめつける気だ。なんといっても桐生は頭のお気に入りだったんだからな。頭のお気に入りといえば錦山はどうしてるんですか。さあ、見てねえが、やつがどうかしたか。いや、せめて捕まったのがあいつだったら、話もこんなにこじれねえで済んだのにって思いまして。ちげえね。今からでも茶か持たせて出頭させるか。だから現行犯だっつってんだろうが、ボケ。その役にも立たねえな。あいつ、何のために。どういう意味だ。俺が役立たずだって言いたいのか。そんなつ…お前までそんなこと言うのか。食事始め。囚人番号1240。手紙だ。え？この10年で初めてだな。お前も明日で仮釈放だ。待ってる人間がいるってことか。おやっで、三代目、
今日は一体何の緊急幹部会で。やつから緊急の議題があるそうだ。お前が？おい、てめえの裁量で幹部会とはどういう了見だ、錦山。直系組長の皆さんがいるこの場で三代目に伺います。東都銀行の貸金庫にあった組の金100億盗まれたってのは本当ですか？いやがましゃ。おい、今のが下手な作り話やったら縁故やすまん話やで。三代目、その情報どうからだ？関西五代目海連合の寺田です。この件はしっかり裏取って話すつもりだった。ほんなら100億は？ああ。ふざけんな。登場会25,000、死に物狂いでかき集めた金や。100億言うたらどんだけの血流れてるか分かったんだか、おら。島野、てめえ誰に向かって口聞いてんだ。この件は東上会本部預かりにさせてもらう。今日はご苦労だった。おい待てや。そんなんで納得いくか。会長、三代目会長。10年、お前のいない10年で東上会はすっかり変わった。お前を迎えに行くこともできん。錦山のこと、由美のこと、お前と会って話したいことが山ほどある。伝えなければならないことも。スターダストという店がある。その店のオーナーをしている和樹という男に会ってくれ。話は通しておく。風間慎太郎。おう、ちょっと待てよ。ん？おお、やっぱりキリュウちゃんやったんか。真島の兄さん、ご無沙汰してます。この度出所してまいりました。お前がそろそろ出てくるらしいと聞いてな。こうしてここで張っとったんや。やっぱり俺の勘に狂いはなかったわ。どうして俺を？なーに、アホなこと抜かしとんねん。約束したやないか。お前を四六時中見張るってな。そういえばそんなこともありましたね。それやというのに、お前と来たら殺しなんぞで10年も無所に入るよって。しゃあないから、俺もお前を追って無所に入ったろかと思ったくらい。
速俺と喧嘩しようか。そう来るんじゃねえかと思ってましたが、悪いが兄さんとここで喧嘩をする理由がない。筋の通らない喧嘩はしないと前にも言ったはずです。理由ならある。何？昔のお前やったらさっきみたいに簡単に背後を取られることもなかったはずや。もし俺がその気やったらお前は死んでたで。ご忠告痛み入るが、それがあんたと喧嘩する理由とどうつながるんだ。今のカムロ町はそんくらい危険中。平和ボケした本はのんきにぶらつく場所やない。せやから今お前にこのカムロ町に足を踏み入れる資格があるかどうか俺が試したる言うとんね。俺がその平和ボケしたアホだと。もうそうや、ちゃうちゅんやったらガタガタ言うとらんで力で証明してみせろや。いいだろう、ならばその挑戦受けて立つ。これで分かってやろう、自分がこの10年でどんだけ鈍ってしもうたか。馬力もないテクニックもない、どこにでもおるそないな弱さで生き残れるほど今のカムロ町はあまないで。くそせやけど変わっとらんもんが一つだけある。その目や。何？お前の目はまだ光を失うとらん。お前は必ず昔のように、いや昔以上にごっつい男になれる器や。兄さん、ええか、お前がこの街を歩く限り俺はいつでもどこでもお前を見張っとる。突然喧嘩売られて死にたなかったら死ぬ気で昔のお前を、堂島の竜を取り戻してみるれ。分かった、俺もこのままじゃ終われねえ。あんたを踏み台にして必ず這い上がってみせよう。ほな期待しとるで、キリュウちゃん。
た。見かけねえ面だが、何してる。お前に関あるんだよ、それ。おっさんさ、どう見ても普通じゃねえよな。何探り入れに来たんだ。スターダストって店を探してんだ。スターダスト？さあねえ。まあ情報屋なら知ってんじゃねえか。そうか。ちょっとか。なんでそんな店。すまさ怪しいね。嫌だと言う。じゃあ仕方ねえな。あんた何者なんだ。知らない方が身のため。お前の方こそ何。俺はこの辺の仕切りやってる親分さんから見張り頼まれてんだよ。今日は殺人事件もあったし、怪しい奴がいたら片っ端から声かけろって。そうなんだ。まあいい。ならお前。この辺の情報屋の一人や二人知ってんだ。ええ、まあ今この辺で有名なやつは青木って記者だ。劇場前の広場に今日もいた。分かった。お前も下手な真似すんじゃねえぞ。はい。そうだ、覚えていてくれたか。お勤めご苦労様でした。10年、長かったですね。お前、俺が無所に入ったの知ってたのか。そりゃ、当時この町にいた奴らは全員知ってますよ。堂島の竜が親殺したってね。一時はその噂で持ちきりでしたよ。そうだ。
田村のやつはどこに行っちまったんだ。いや、田村さんなら5年前にお亡くなりになりましたよ。え？田村さん、10年前のあの日から桐生さんの事件を追い続けてたんです。絶対に桐生さんは親を殺すような人じゃないって、記者でもないのに強引な聞き込みとか繰り返してました。まあ情報を扱う者にとっちゃ当然でかいネタだったんですが、ちょっと田村さんは普通じゃなかったですね。それで5年前突然田村さんが町から消えたんです。そして1週間後海からコンクリート詰めにされた遺体が上がった。多分知りすぎたんでしょう。そんなことが。ええ、俺も田村さんにはこの町のネタを多くもらっていたし、数年間はよく一緒に行動してたんで恩があったんです。それで田村さんの代わりにこの町のネタを集めてやろうって思いましてね。今じゃこうして記者兼情報屋になってるってわけです。で、桐生さん、何か情報が欲しいんじゃないですか。スターダスト？ああ、天下一通りのホストクラブのことですよ。ホストクラブ？ええ、10年前じゃ天下一通りにホストクラブなんてなかったでしょうが、今じゃ裏通りから表通りに進出してきてるんですよ。中でもスターダストは一番人気があるホストクラブなんじゃないですかね。そうなんだ。桐生さんが10年前に通ってたセレナのちょうど向かい側くらいに店はありますよ。行けばすぐに分かります。他に聞きたいことはありますか。セレナってまだあるのか。セレナですか。ありますよ。10年前と変わらない場所にね。でも今日は営業してませんね。ママのレーナはまだいるのか。ええ、ご健在ですよ。今じゃ馴染みの客が来るときだけ店開けてるみたいです。私も一度だけ田村さんに連れられて飲みに行かせてもらったんですが、いい店ですね。最近この町じゃ珍しくゆっくり酒が楽しめる店ですね。そういえばさっき仕入れの業者が出入りしてたんで、明日は営業するのかもしれません。時間があったら行ってみたらどうですか。他に聞きたいことはありますか。中道通りで何かあったのか。ああ、あの騒ぎですか。正確な情報は分かりませんが、東上会の幹部クラスが中道通りのビルの一室で殺されたらしいです。幹部？ええ、警察もあれだけ来るってことは相当な大物でしょうね。ぶっちゃけ10年前の事件を思い出しますよ。堂島さんが死んだ時もあんな感じでしたからね。誰が殺したんだ。いや、まだそこまでは。でも話によりゃ内部抗争なんじゃないかって言われてますよ。まあ桐生さんがいなくなってからの登場会はいろいろ揉めてましたからね。他に聞きたいことはありますか。そうか、ありがとう。助かった。いえ、ああ、今後も田村さんほどじゃないですがネタは提供しますんで、いつでも来てください。
らっしゃいませ。いいな。ありがとうございます。店に何か用があるんですかね。オーナーの和樹に用があるんだ。なんと、どこの組のやつだ。島の組だろ。俺らは誰の世話にもならねえんだよ。何の話だ。俺は和樹を探してるだけだ。どの組の人間でもない。たげんなよ俺。一目見りゃわかんだよ。どこどう見たって黒道マンだろうが。てめえ何たくらんで上がる。和樹さんに何しよってんだよ。おいおい、別に俺お前らと喧嘩するために来たんじゃねえんだよ。やめんなよこれ。
や何でも片付くと思ってんじゃねえぞ。この町でもな、ヤクザの言いなりにならないで自分の力だけで一生懸命生きてる奴らもいるんだよ。少なくとも和樹さんはそうやってのし上がったんだ。てめえらヤクザに和樹さんの邪魔をさせねえ。だから俺はヤクザじゃねえって。人の話聞かねえ奴だな。うるさい。俺はこの店命かけて守るんだ。上がってこいや。何やってんだお前。すいません、和樹さん。このヤクザが。堂島の桐生さんですか。はあ、失礼しました。風間さんから伺ってます。どうぞ中へ。すいませんでした。俺、てっきり…いや、俺のミスだ。本当に、なんてお詫びすればよいか。気にしないでくれ。それよりお前、風間のおやっさんとはどんな関係なんだ。ええ、ゆうや、外してくれるか。はい。風間さんには、この店開いた時から世話になってます。みかじめも取らず、商売のいろはもわからない俺にいろいろ教えてくれたんです。今この店があるのはあの人のおかげです。そんな風間さんが先日店にいらっしゃったんです。大事な人を迎えたいからこの店を使わせてほしいって。なんか組の方には秘密ということで。そうだったのか。それでおやさんは。先ほど連絡したんですが、例の会長の件で身動きが取れないと。会長の件、何があったのか。ええ、東条会三代目世良会長が殺されたんです。何。昨日の深夜のことです。犯人はまだわからないんですが、ニュースでもさっき。何が起きてるんだ。わかりません。ですが堂島組長が亡くなって10年、今じゃ同じ東条会の組同士が水面下で町の利権食い合いしてるんです。堂島組を引き継いだ直後の風間組は一時期大きな力を持ちました。他の組も手出しができないでいたんですが、数年前内部から裏切って風間組を割った人がいたんです。誰だ。
散会。すみません、騒が島の組の連中です。ここは俺たちに。すみません、キリュウさん。これはこれは、ようやくオーナーさんのお出ましですかい。島野さんのところの方ですね。まあね、うちらちょっと飲ませてもらおうと思っただけやねんけど、そこの兄ちゃんが帰れなんか言うもんやから。てめえら、みかじめせびりに来たんだろ。いいよ、今日は飲みに来ただけやから。嘘だ。酒飲ませろって言うとるだけやろが。すみません、大事な客人が来てるんです。今日のところはこれで。まいったな、ほんまそんなつもりはなかったんやけどね。和樹さん、何やってんすか。俺はやっぱり納得できません。そんなクソみてえな連中に金払うなんて。ゆうや、クソやと。おいこらガキ、今わしらんことクソ言うたんか。言葉が足らなかったぞ。クソ以下だ。なめんなクソガキ。ゆうや、なんやお前は。カズキ、ゆうやってやつの言う通りだ。こんな奴らに金を渡す必要はねえよ。はい。ふざけとんのかお前ら。おい、偽ごとぶっ潰せ。Thank you.
堂島の組長を殺して無視を言ったこれは島野の親父に最高の土産ができたわ。ジュさん、シンジ、何やってんだこんなところで。島の組の縄張りじゃねえだろ。次は姉さん。本当にお久しぶりです。ああ、出世したようだなシンジ。出世っていうか、キリュウさん、さっきの続きなんですが、風間組を裏切って内部を割った人。ああ、錦山さんなんです。錦だと。 What? 関西の5代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。兄貴、俺は今錦山組の射程頭なんです。どういうことなんだ兄貴。Exactly that. 錦のおじきはもう昔のあの人じゃなくなっちまったんです。だから風間のおやさんは心配して組の様子を見張るために俺を錦山組に送ったんです。シンジ、おやさんは俺に話があると言っていた。すぐにでも会えないか。明日は本部で三代目の葬儀が。おやさんもその場を離れることはできません。それに100億の件もあって。何の話だ。東上会の金庫から100億抜かれていたそうなんです。緊急幹部会でその話が出た直後に三代目が殺されました。おやさん、明日は葬儀場にいるんだな。ええ、まさか行く気ですか。でもまた島の組の連中に見つかったら。和樹、言うだけ無駄なんだ。こういう時のこの人は。10年ぶりのシャバだったのに、早速こんな騒ぎに。バカ言え。俺は無所でもずっとおとなしくしてたんだ。喧嘩なんて本当に久々だ。本当ですか。兄貴から手出さなくても喧嘩売られたりしてたんじゃないですか。最初のうちはな。だが挑発に乗らずに無視しているうちに向こうが根負けしまった。おかげで模範囚になり10年で仮出所だ。あの喧嘩っ早かった兄貴が10年間喧嘩ゼロと。まあそんなところも兄貴らしいですね。全然おかわりなくて安心しましたよ。変わってないか。あれ、どうかしました。実はここに来る前、ある男から俺がこの10年ですっかり弱くなっちまったって言われてな。自分でも。Oops. 技の衰えを実感していたところだったんだ。そうですか。でも兄貴のことです。すぐに昔の感覚を思い出して10年前みたいにキレのある技を出せるようになりますよ。だといいんだな。それで葬儀会場の件ですが、東上会の連中が大勢いますから、兄貴の正体がバレるとまずいことになります。正直何が起こるかわからないですから、できるだけの準備はしておいた方がいいですよ。もう準備はできましたか。わかりました。じゃあ。本当ですか、柏木さん。何驚いてんだ。お前のここ最近の働きからしたら別におかしな話じゃないだろ。でもまさか俺が
自分の組を持てるなんて。とはいえ、いきなり組持てって言っても手駒がいねえだろ。うちから腕利きのやつを何人か出すから、そいつらうまく使ってしのぎについて勉強しろ。柏木さん、ありがとうございます。礼なら風間の親父に言え。これはもともと親父が言い出したことなんだからな。親父さんも。親父もそれだけお前には期待してるってことだ。それに桐生のこともある。え、桐生はどうかしたんですか。あんなことになっちまったとはいえ、いつか桐生がシャバに出てくる日が来る。体裁上破門ということになっちゃいるが、絶縁じゃねえ。復帰の目もあるだろう。だが親殺しのあいつを風間組で引き取るわけにはいかん。だからお前が桐生の受け皿になってやれ。俺が桐生の。そうだ、戻ってきたあいつの面倒を見れるのはお前しかいない。お前が錦山組をでかくしてあいつを迎えてやれ。はい、俺桐生のためにも頑張ります。すんません。それでそいつはほんまにあいつやったんか。へえ、間違いありまへん。そうか、桐生帰ってきよったか。ハハ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 ハ。キリュウは相変わらずごっついやつやったんか。ええ、そりゃもう。そうかそうか、ご苦労やったの。ちょっと手出してみや。ご機嫌やさかいな。指二本で許したるわ。これが東城会本部の見取り図です。この本部施設の中に風間のおやつさんが。建物の裏口は比較的手薄です。下手に塀を越えたりすればかえって怪しまれますから、正面から弔問客に紛れ込んでいきましょう。正門から入ったら突き当たりまでまっすぐ、そこを右に入った先が裏口です。俺はそこで兄貴を待ちます。叩き出せ。
ここから先はもし。叩き出せ。本日はお忙しい。こちらにお名前を書くのか。これでいいのか。はい。すいませんが、どちらの組の方でしょうか。昔。そうなんだ。堂島の親父も10年前に桐生で、今度は私は誰かが裏で、間もなく告別式が始まるので。いや、葬儀のバイトで、あれがないと裏口に入れないんですよ。確か、外の受付の地…
それ私がなくした紋章見つけてくれたんですね。ありがとう。そういう問題じゃないんだよ。あれほど、しかも似たようなミスを今までな。そうですか、わかりましたよ。あっ、たく、ここから先は。あ、さっき紋章を探してくれ。何？見てたんですか。言及とか処分されそうだったんで。そうか。もともとこの仕事私に向いてませんでしたし。あ、せっかく探してもらった紋章です。じゃあ私はこれで帰ります。葬儀関係。ちょっと顔を貸してもらおうかい。関西の五代目近江連合の本部長寺田をバックに、錦山さんはずっと独立の算段してたんです。近江連合。正面から堂々とはの、堂島の桐生。なぜ近江連合が俺を頼まれたんや。あんたの元兄弟に錦山の組長さんから写真の男を捕まえろってな。錦か。なんや、堂島の竜言うてもこの程度かい。Oh, I see now.
信二、実は今ここに来る前に襲われた。え？近江連合のやつにだ。どうも錦が指示してるらしい。まさか。だって錦のおじきは俺にはそんなこと一言も。お前も用心しろ。分かったな。はい。とにかく風間のおやさんのところへ。心の中じゃ何考えてるか。何せ東条会の三代目が死んだんです。後目が誰になるのか。いつもこいつも腹の探り合いですよ。それに世良会長は若くして三代目を継いだんで妬まれることも多かったみたいです。参列者の中には清々した顔のやつもいますよ。兄貴、おやさんは部屋でしばらくお待ちください。おやすさん。10年だ。俺はお前に何もしてやれなかった。全部俺がやったことです。おやすさんは何も変わらねえな。お前だけは。おやすさん、何があったんすか。東条会は、それに錦は。あったのか、あいつに。いえ、あいつはあの10年前の事件からすっかり変わっちまったんだ。妹にお前、由美を亡くしたあいつはこの世界でのし上がるために手段を選ばなかった。俺はあいつが鬼になるのを止めてやれなかったんだ。おやすさん、
う一つお前に伝えなきゃならんことがある。ユミのことだ。ええ、行方不明って。それなんだが、ね、ユミはおやす。風間のおじき、てめえ、お前キリュウ。キリュウ、なんやお前、堂島の兄の次は風間か。何考えとんじゃ。しまろ、おお、お前ら絶対に生きて返すんやないで。王女せいやキリュウ。カズマ、逃げろ。カズマ、ユミを、100億を頼む。行け。
大変で。
死ね。てめえ、もう一回言ってみろ。こんな定例会意味ないって言ったんですよ。なんだと。お前と話すくらいならバスへのキャバクラでブサイクな女とダメってる方がよっぽど有意義なんだよ。てめえ、もう一遍言ってみろ。組長さんよ、ここらで一つはっきりさせときたいんだよな。俺らは風間の親父に言われたから仕方なくてめえについてるだけなんだよ。何？風間の親父から俺のしのぎがどんだけ太い化石か聞かされてねえわけじゃねえだろ。そいつが俺の核ってやつだ。ならそれなりに扱われねえとな。あの桐生ならまだしも、おめえみたいな幹部に尻尾振るしか脳のね青鬼さんに指図されるなんてまっぴらごめんだ。こっちは勝手にやらせてもらうぜ。てめえ、まだ話は終わってねえぞ。黙ってみてな。しのぎのお手本ってやつ見せてやるからよ。ここまでだ。観念しろ。ぶっ殺してやる。終わりだ。I can take him。指定暴力団東城会3代目会長世良勝氏の葬儀会場から届いた映像です。詳しい情報はまだ入っていませんが、一人の男性が突然暴れ出したとのことで現場は大混乱になりました。男性の身元はまだ分かっていません。続報が入り次第お伝えします。出所2日にしちゃ派手にやってんな、あんた。寂しいこと言うじゃねえか、キリュウ。伊達さん。風間が？ああ、無事かどうかも今は。だが、風間の言ってたその100億と弓、やつは何をお前に伝えようとしていた。わからない。そうか。伊達さん、なんで俺を助けるような真似。四か、あんた丸棒に。10年前の堂島殺し、俺は上の意向を無視して突っ走って、結果一家下ろされて今はつまらねえヤクザの相手してる。お前と同じ、今じゃ組織の鼻つまみだ。女房と娘も愛想つかして出て行っちまった。お前に関わったおかげで人生が狂ったんだ。キリュウ、俺は今三代目の世良の殺しを追ってる。手風、あんたには助けてもらった借りがある。だが今の俺には、東城会の100億が消え、三代目会長が殺された。そして
さっきの騒ぎの中心はお前。事件は動き出したんだ。桐生一馬の出所を待っていたようにな。持ってろ。今じゃガキでも持ってるんだぜ。俺は百億を探ってみる。お前はその弓って女か。その二つの山は必ずどこかでつながってる。お互いに協力した方がいいんじゃないか。そうだな。分かった。お前何か手がかりはあるのか。いや、とりあえず昔の馴染みに会ってみる。セレナって店だ。そうか。マスター、話は済んだ。もう店開けて構わないぜ。はい。お前が無所に入ってる間に、カムロ町も様変わりしただろう。ええ。馴染みの定食屋がなくなってたな。占領通りにあった店か。あそこは潰れてデートクラブになって、それも潰れてキャッチバーになって、まあそれも潰れて、あれ次なんだっけな。この店バッ酒の神バッカスは海の神ネープ。セレナか。何かあったらその携帯に連絡。おお。Whoops。Cool. I'm going to finish up there for today, guys. Talk to you guys soon. Bye.